久保さん、あのね、僕はちょっと思ったんですけど、まあ確かにそのいろんなジャンルをね、その、何すか、えー、えー、ななんすかね、久保さんの動画の中でもね、あ、こんなショート動画、まあ正直そのスシローのやつとか、まあアク,アクセス集めの動画じゃないですか。で、まあその動画で、 例えば FX のオリガルヒを売るって超難しいと思うんですよ。もちろんゼロパーではないと思いますけど、確率的には非常に難しいですよね。スシローのバカッターみたいな動画、ショート動画から、しかもショートのアクセスに対して、しかも動画の内容がバカッターみたいな内容で、で、それでオリガルヒを売るのは非常に難しいと思うんですよ。で、まあ、僕もいろいろショート、僕自身もショートをリサーチしてて思ったのが、結局ちゃんとコンテンツ、要は、 ショートでコンテンツをしっかり伝えるという概念で、こあの、なんですかね、アクセスを集め、ショ,ショートはアクセスが集まりやすいよア、アクセスが集まるからどのこうの、ではなく、コンテンツをちゃんと届けるっていう概念でやると、商品は売れると思います。なぜならば、僕、あの、いろんな人のショートを見て、やっぱその、まあ僕はね、その、稼ぐ系ですから、やっぱその、どうすれば成功できるのかみたいな話、 のショート動画止まるんですよでそこのコメントが見るとやっぱそれで教育されてるんですよね。でそれでその話を聞いてファンになったりとかしてるのでだからまあなんですかねちゃんとまあショートでもコンテンツ届ければ教育という概念アクセスを集めるというだけではなくちゃんとそのまあ久保さんの場合はね別にもうビジネスバンバンやってるわけじゃないのでまあ自由にやればいいと思うんですけど僕の場合は今考えてやってるのが、まあ、そういう概念もちろんそのアクセスを集めるためだけの うん、そのいろんなラーメンとかねラーメンも結構回るんでだからまあそういうのもやりつつなんだ今その自分のビジネスに関係あるようなやつもこうどんどんやってますね、うんまあこれ,もこれも考え方だと思いますねリサーチしてどう,うまくやってる人実際僕もそのライバルの動画を見てあショートでもすげえためになったな新しい気づき発見があったなってなればやっぱその人のアカウント行きますもん うん、まあ大体切り抜かれてるんですけどね <laughs> 大体切り抜き屋がやってるんですけどでも逆を言うとそれもチャンスじゃないですかその切り抜き屋さんがやってるのでその切り抜き屋さんって別にコンテンツ販売してないですよね切り抜き屋さんってやることってその誰かのやつを切り抜いてとにかく再生数を上げていくしかやってないのでだから逆を言うとそこチャンスだなっていうところもあってそう。 私そのショート動画でアクセスをそういうそのトークその成功トークみたいなしてるのをやってるのはほとんど切り抜きさんだから逆にその本人がやればこれまあまあいいんじゃないかなみたいな <laughs>、うん、まあまあ切り取り方次第ですねいってらっしゃい